はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はもう月末ということで12月のお気に入りを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきます。本当は今日日曜日なのでコーデ動画を言おうかなと思ったんですけど、12月末ということでちょっと今回はお気に入りを紹介していきます。でまず一つ目がじゃん、こちらのマニキュアです。これはですね、最近その冬休みに入るにつれてちょっとネイルをしたいなと思っていて、なんかそのネイルサロンに行ってやってもらおうかなと思ったんですけど、2週間ぐらいなので冬休みがちょっともったいないなと思って自分でマニキュアを買って今こんな感じでネイルをしています。私がこの今回お気に入りに入れたネイルホリックっていうシリーズのマニキュアなんですけど、結構どこのなんかドラッグストアとかでも売ってると思うんですけど、これをねお気に入りに入れました。もう本当にこれ300円、1個300円ぐらいで買えるんですけど、すごく発色もいいし結構ね塗りやすいしムラもできにくいかなと思います。私すごく不器用でマニキュア塗るのめちゃくちゃ下手くそだったんですけど、まあね集中して頑張ってやりました。はい、今ねもう本当お気に入りすぎて6色全部で持っているんですけど、この中でも一番のお気に入りがこちらの GR704 番です。これは緑色、深い緑なんですけど、これをねつけて YouTube とかも上げたりしてるんですけど、どこのメーカーのマニキュアですかっていう質問が多くて、ネイルホリックっていうメーカーの GR704 番です。本当に可愛いんですよこの色味。本当に冬にぴったりなすごくね深い緑になっています。本当におすすめなのでぜひぜひ皆さんもこれ買ってみてください。で2つ目がこちらのシーティブのチークになります。はい、これはですね私の大好きな伊藤千秋ちゃんがプロデュースしているブランドのチークになるんですけど、結構ねいろんなシーティブのコスメ出てると思うんですけど、私買ったことがなくって、この前ちょっと通りすがりに通ったところにこのシーティブのチークが 50% ぐらいで売っていて、いやこれはちょっと試すしかないと思って買ってみたらめちゃくちゃよくって、こんな感じで2個ついているんですけど、こっちはちょっと濃いめのなんかコーラルっぽい色味になっていて、こっちがちょっとピンク、薄ピンクって感じかな、青みが強いピンクになっています。私はこのナンバー4の満足っていう色味を購入したんですけど、すっごくね可愛いんですよ。ちょっと手に出してみます。はい、こんな感じです。わかりますかね、下が薄いピンクの方で上がコーラルっぽいカラーの色味になってます。本当に見てもらったらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ発色がいいんですよ。コーラルっぽいカラーをつけるときに結構ついてしまうので、そこはね結構気をつけなきゃいけないかなと思うんですけど、めちゃくちゃ可愛い色味なんですよ本当に。でちょっともう開けちゃったんですけど、このパッケージこんな感じになっていて、中にこういう感じでねどうやってつけたらいいよっていうのが書いてあるんですね。私は今日もつけているんですけど、この上の方法でやりました。こっちのね薄い色をまずこの目の下に横長に広げてから、こっちのコラルっぽい色をその真ん中に丸くつけています。私今までこういう可愛い系のチークってあんまりつけてこなかったんですけど、この色味はねめちゃくちゃ可愛くってすごく気に入りました。ちょっとこれからもねシーティブのコスメを集めていこうかなと思います。で3つ目がこちらの富士というアプリになります。これもね YouTube でご紹介したんですけど、もう簡単にその写るんですみたいなアンティークな感じの写真が撮れます。実際撮った写真がこんな感じなんですけど、もう本当に今月はこのアプリにドハマりして、 Twitter とかにあげる写真もこのアプリで撮ったりしてました。このアプリ一つですっごくおしゃれに見えるし、しかも無料っていうのがめちゃくちゃいいなと思いました。でもねちょっと一つだけ iPhone 限定っていうのがすごく残念だなと思うんですけど、まあ、でもすごくねおすすめなのでぜひぜひ皆さんも使ってみてください。この詳しい使い方とかは動画でご紹介しているので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。はい、でここからはちょっと洋服何個かご紹介していきます。4つ目はじゃん、こちらのユニクロで購入したハイネックのトップスになります。もう最近本当に寒いじゃないですか。めちゃくちゃそれで悩まさせられていて、寒さがすごく苦手で、なんか防寒対策できないかなと思っていて、でこのハイネックのトップスを購入しました。これは確か1000円ぐらいで買えたような気がします。私は白を購入したんですけど、わかるかどうかわからないんですけど、フリース素材になっていてすっごくあったかいんですよ。でこれコーデとかでも何回か出てきてるんですけども、すごくね使いやすいんですよ。なんか最近レイヤード
重ね着がすごく流行ってると思うんですけど、この上に普通にニットを着たりとか、いろいろな着方があると思うんですけど、もうこれに逆にハイネックを重ねてしまうとか、結構ね今いろんな着方が出てきていて、すごくね使えてめちゃくちゃ便利で、最近は結構これを着ていることが多いです。もうこれ1枚着るだけでね、首元がだいぶあったかいので、やっぱ冬って寒いからハイネックとかタートルニットを着たいなと思うので、ちょっと今回これをねお気に入りに入れました。本当にねこれ1個持っておくとめちゃくちゃ防寒対策もできるし、何にでも合わせやすいのですごくおすすめです。5つ目、こちらになります。フォーエバー21で購入したダウンになってます。そう、わかりますかね、こんな感じで丈は短めかなと思うんですけど、あんまりちょっとよくわからないなっていうポイントがあって、このねこの真っ赤見えるかな、黒で見えないかもしれないんですけど、この紐がついてるんですね。どうやって使うんだろうと思ってすごく悩んでたんですけど、サイトで見たらこういうアクセサリー、こういうなんて言うんだろう、デザインのやつらしくって、ちょっとね、まあ、これはあんまりわからないんですけど、まあ、取り外せたりもするので着やすいし、黒のダウンってすごく何でも合わせやすいし、やっぱりねダウンなのでこれ着ておくだけでだいぶあったかいです。これもね何回かコーデの動画で出てきてたと思うんですけど、お気に入りです、めちゃくちゃで。これはちなみに私 L サイズを購入しました。なんかアウターとかって結構ダボっと着た方が可愛いかなと思ったので、今回 L サイズにしました。すごく使いやすいしあったかいし、フォーエバーということでプチプラだったのでおすすめです。ちなみに私これ 50% オフぐらいでゲットしました。はい、6つ目がじゃん、こちらのバッグです。これもフォーエバー21で購入しました。もうね多分店舗とかには売ってないかなと思うんですけど、めっちゃ使いやすいんですよね。これすごく使いやすくって、最近結構持って歩くことが多いんですけど、このね調節ができるようになっていて、私はこんな感じで結構短めにして斜めにかけて、ちょっとウエストポーチみたいな感じにしています。もちろんショルダーバッグとしても使えるので、すごく使い勝手がいいというか、めちゃくちゃおすすめです。このなんかインパクトがあるようなゴールドの金具の部分もすごく可愛くって気に入っています。7つ目がじゃん、こちらのロングブーツです。これはですねザラで購入しました。こんな感じでヒールが太くなっていて、すごくね歩きやすいです。レザーのニーハイブーツになってるんですけど、私最近ずっとニーハイブーツが気になっていて、すごくね探していて、なかなかねいいのに出会わなくって、でザラで見てたらすごい可愛いと思って、これを試着してみたらすごいスタイルもよく見えるし、高さもちょうどいいし歩きやすいし、めちゃくちゃ気に入りました。一つだけちょっと残念なところが、これチャックがついていないので、ちょっと脱ぎ履きがすごく大変なのはあるんですけど、でもねすごくモグタイプな形だし、結構足にもフィットしてくれる感じになってるので、すごくお気に入りです。はい、で次がラストになります。ラストがこちらです。ポップティーン2月号です。これはですね、私のミックスチャンネルとか、まあ他の SNS、Twitter とか Instagram とか見てくれてる方は分かると思うんですけど、今回このポップティーンにドンと結構ね大きめに乗せていただくことができました。なんで今回乗れたかというとですね、私ミックスチャンネルというアプリをやっているんですけど、その中でセシル・マクビーとミックスチャンネルがコラボしたイベント的なコンテストみたいなのをやっていて、そこでねみんなの応援もありつつ、私がグランプリを取ることができて、本当にありがとうございました。はい、それでですね、そのグランプリの特典としてポップティーンに乗ることができました。この前セシル・マクビーさんで撮影してきましたっていうのを載せたと思うんですけど、その時撮影したのがもう一面にドンと載っています。ここではちょっと見せずに行こうかなと思うんですけど、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてもしよかったらそのねアンケート的なのも書いていただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで今回このポップティーンに初めてこんなに大きく載せてもらって、すごくすごく感激しております。本当に皆さんありがとうございました。今回2月号に載っているのでぜひチェックしてみてください。はい、ということでこんな感じで12月のお気に入りは以上になります。はい、もう12月も終わりということで、2017年も終わりということになりますが、本当に今年も皆さんありがとうございました。今年は本当にたくさんたくさんいろんなことにチャレンジしてきたなという気がします。本当に初めて経験することがたくさんあって、なかなかねうまくいかないこともたくさんあったんですけど、まあ、自分なりに頑張ってこれたかなという気がします。本当に今まで生きてきた中で一番忙しかったというか、一
一番充実してた年だなと思いました。 YouTube を始めたのも今年だし、いろんなことに挑戦できるのも皆さんのおかげだと思ってるので、本当にありがとうございました。今後ともぜひ応援してくれると嬉しいなと思います。来年も YouTube もちろんそうですけど、いろんなことに挑戦していけたらなと思うので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。みんなにちょっとずつではありますが、恩返しをできるように頑張りたいなと思っております。はい、というわけで今年最後の動画はこれで終わりにしたいと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。じゃあバイバーイ。1年ありがとうございました。We'll be right back.